業証書学域教育学部学校教育課程滝川健太郎本学所定の課程を収めたので卒業を認め学士学校教育学校の学位を授与する。平成28年3月15日由布所得学園大学長藤井紀之毎日わずかの時間でも学びを続けてください。少しずつの積み重ねがいつか皆さんを大きく飛躍させる糧になります。大学生活で得た力や友人と過ごした日々は今後の私たちの糧となることでしょう。天気試験に向けて友人と勉強したこと、中庭でお弁当を食べたこと、そんな日常の一コマもきっとこれからの私たちを支えてくれるはずです。大学で日々を過ごす、みんな今日から社会人だから、自分で考えて主体性を持ってやってください。同じ教員を目指す仲間と一緒に4年間勉強を頑張ってこれたこともあるし、親元を離れて4年間大学生活を送ってきて、自分を見つめ直すすごく濃い4年間だったのかなと思います。なんかやりたいことは全部できたので、本当に悔いはないなと思います。無事にギリギリ本日は僕の結婚式にご出席ごたまわりありがとうございました。ということでブーケを投げたいと思います。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったです。一組みんなで海行ったり、ハロウィンパーティーしたり、クリスマスパーティーしたりして、そうです、楽しかったですね。学祭の入ってたので、やっと参加する側になったので、すごいワクワクしてるんですけど、今は卒業するのはすごいやっぱ寂しいです。これからまたいつかどこかで会える時があったら、また仲良くしてください。今までありがとう。教えだったりサークルだったり、充実した大学生活だったと思います。とても楽しかったです、はい、早く一人前になりたいかな。私他県民なんですけど、滋賀県で、私も他県民です。 その人富山で、富山です。岐阜の人すごいいい人ばっかりで、このいい学校でいい友達と出会えたことがすごい印象深いです。ですイエイ。今保育士が足りんとかで問題になってるんですけど、自分がずっと続けていけば、そういう保育園がちょっとでも増えたりとか、なんかちょっとでもその社会に役に立てるような保育士になりたいです。まあ、自分広島から来たんですけど、なんで来ちゃったんだろうみたいな、なんで来たのって聞かれても、正直そんな深い理由もなかったし、聖徳に来た意味なんだろうって考えたんですけど、まあいろいろ就職支援とか
いろいろしていただいて、ああ最終的には来てよかったなって思える4年間でしたね。まあ、松原さんも話長くて声でかいですけど、ああもういやもう本当に、まあ、いい会社に就職できたのも本当松原さんのおかげだと思ってるんで、またこれで終わりじゃなく、またこれからもいろいろお世話していただけたらありがたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。あの別に私の力で決まったわけじゃなくて、ご自身の力で掴み取った未来だと思うので、ここからはもっともっと大きい人間になってもらえればと思いますので、今度は OB として大学に戻ってきていただいて、後輩たちに指導していただければ一番こう我々としても嬉しいですし、後輩たちも喜んでくれるんじゃないかなと思います。本日はおめでとうございます。卒業生の皆さん、まず健康第一です、ね、で健康を保つにはどうしたらいいか、3月今から3月いっぱいは早寝早起きをしましょう。これが大事です。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。まあ、これからますます頑張られると思うんで、どうぞ頑張ってください。私も頑張ります。本当に学生生活短かったと思いますけど、ぜひともね、これからも楽しんで頑張っていただきたいと思ってます。合言葉は Everything happens for the best. Everything happens for the best. よ、辛かったら帰ってこい。先生待ってます。皆さん卒業おめでとうございます。これから社会に出ていろいろと悩んだり苦しんだりいろいろあると思います。そういう時にぜひ大学に戻ってきてください。先生たち職員の皆さんいろいろと相談に乗ってくれると思います。ぜひ遊びに来てください。保育士っていうのはすごくいい仕事だと思っております。やっぱしやりがいがあるし、今いろんな問題になってるけど、あとお願いすることは給料が高いといいよねってことです。これからもみんなね、そのやりがいのある仕事でね、すごく頑張ってくださいね。期待しています。ご卒業おめでとうございます。食物栄養の本田です。この3月で生活学科がなくなってしまって非常に寂しいんですけれども、また皆さんですね、機会があったらぜひ学校に遊びに来てください。私も、今年で、大学を去ることになりました。皆さんと一緒に卒業っていうことで、ちょっと年の差は大きいですけども嬉しく思っています。で、やっぱり自分の趣味とかやりたいことをしっかり続けていけたら本当に楽しい人生が送れると思っていますので、もう長生きして健康に気をつけて頑張りたいと思います。また街で見かけたら声をかけてください。懐かしい学生時代を思い出したいと思います。今日はおめでとうございます。